津賀川は兵庫県神戸市灘区にある二級河川。津賀川は六甲山から流れてきた六甲川と真矢山から流れていた苫谷川との合流点より始まる。ほぼ灘区を南北に貫流し大阪湾に流れ込む津賀川全域が二級河川に指定されている。流域一帯は歴史的には津賀の村と称される里山で海に近い場所は 津賀浜村と称されていた。その地域を流れることが名の由来となっている。なお、津賀浜村の山側は、現在の阪神電車台石駅あたりに古くからあった大石集落で、同様の理由から津賀川は、大石川と呼ばれることもある。六甲山、真矢山を中心とする六甲山地からの川を集め、津賀川を形成している。上流より記載津賀川は、 かつてゴミとヘドロで埋め尽くされたドブ川だった。津賀川を守ろう会が1976年から戦前のように魚取りなどができるようにと活動を続け、ゴミを引き上げたり、車に拡声器を積み、川を汚さないようにと訴えてきた。陳情を受けた兵庫県も、漁道の整備、産卵用の砂を敷き、川を蛇行させて流れを緩やかにした。その結果、 毎年2000匹ほどが諸上し、産卵も行われるようになった。津賀川流域において大きな被害を起こした洪水は、神戸市で発生した昭和13年洪水、昭和36年洪水、昭和42年洪水の昭和の三大水害となる。特に昭和13年の阪神大水害は、神戸市内の沿線に未曾有の被害をもたらした。 2008年7月28日、六甲地方を襲った局地的豪雨により、津賀川の水位が急激に上昇し、川にいた5人が流され死亡した。国土交通省、長峰園庭現地看板国土交通省、蕎谷園庭現地看板国土交通省、マヤ園庭現地看板国土交通省マヤ第二、園庭現地看板国土交通省マヤ第三。 園庭現地看板国土交通省マヤ第4。園庭現地看板国土交通省深谷第3。園庭現地看板朝日新聞大阪本社版。長官13番。2011年11月18日。39ページ。兵庫県津賀川水系河川整備基本方針。河川水難事故防止。兵庫県津賀川の水難事故と対策。国土交通省。 2011年4月24日閲覧、ありがとうございます。